なかなか生きてるんです。ほどほどほど。日本に間違いないんです。そう。それを独立、うん、どっかに行って独立すればいい。じゃあ、鹿児島も独立しないで。そう。言葉が違いがって言ったのも、うん、あの、東北もみんな津軽弁というなしでしょ。全く通じないからね。大山慎吾先生は、うん、沖縄の方言は、いつまでたってもわかんないな。はい。で、うちの。なるほど、わかる。うん。それそうだ、元日本語だから、ずっと聞いてて、そのコツをつかめば、わかってるからね。いやー、青森弁とか聞いたことないでしょ。一言もわかんないですよ。わからない。わかんない。で、うちの孫の嫁が仙台なんですけど、うん、うちの母の言葉通じますかねって心配するんですよ。そのぐらい、地方によってみんなが言葉が違うんです。うん、だけど日本なんです。そう。うん。違って当たり前。うん、地方の、あの、島言葉ってどこでもどこでもあるわけです。そう。沖縄だけに島言葉があるわけじゃないんですよ。私ね、今回分かったんだけど、その、ヤマトンチュウって言うでしょ？はい。で、よそ者のこと、タシマンチュウってなって、タシマンチュウ。はい、タシマ。タシマ。うん。タシマって何かと思ったら他の島じゃないですか。そう。日本語なんだよ。そうなんですよ。タシマと同じ意味なんだよ。はい。あの、ほら、本土の人も、国はどちらですかって言いますでしょ。そう。そんな国があるわけですよ。うん。沖縄も、流通と国だったけど、日本だろうって、もともと。だから、アマチュアラスを見たのを、お祭りに、そして、言葉自体も日本語なんですよ。そう。日本語と九州の、もともと九州の一部。今も九州の一部。そうですよ。うん。そう、もう完全にね、言葉は同じ。はい。で、例えばね、踊ること勝ち走りって言うでしょ。はい。あれも全く何語か分からなかったんだけど、あれは書き合わせる。そう。みんな書き合わせる。そう、書き合わせるんだよ。で、ここの日本語なんだよね。でも、今の子供たちはほら、この前も言いましたけど、神になっての、知ったの三分の一もいなかったんですよ。はい。中央の方を中心に見て、中央、沖縄なんかでも島国だから、全然言葉が違うって思ってるかもしれないけれども、それこそ古代の日本語が残ってる。国宝なんですよ。この面白いなと思ったのはね、胸が痛むっていうのを、はい、沖縄弁で何ったかな、シムヤムン。はい。シムヤムン。そう。シムヤムンっていうから何のことかっかわかんないんだけど、うん、日本語で書けば、キモ、ヤマイ。そう。ヤムン。ね、うん、全く日本語じゃない。そうなんだよ。だから、垂れ流しするとさ、うん、面白いと垂れ流しが。そうですね。だからね、うん、あれいいんだね、よく分かった。で、沖縄で特徴的なね、もちろんその、知覧中の顔ってのありますよね。はい、でそれ典型的な鹿児島の顔ってやっぱあるんですよ。はい、はい。でね、埼玉県もそういう顔あるんですよ。悟さん、埼玉に住んでるでしょ。うん。で、まず、誰がだかよそからか分かんないと思うんだけど、僕、金谷もので、根っからの埼玉県人で、友達の根っからの埼玉県人。で、顔がね、そういう埼玉顔ってあるんですよ。面白いの、これね、うちの娘がね、3年前に引っ越してきた時に、6年前か。電車乗って、ここに引っ越してきて、スーパー行ったら、うん、東京と顔が違うって言うんだよ。埼玉で。で、そうなんですよ。
よく見ると分かる。僕なんかよく分かる。埼玉県なんか住んでる。はい、はい。多分、例えばね、うん、中村さんや佐藤さんが、うん、埼玉行っても区別つきませんよ。東京と埼玉にいるとこちゃうんだって。うんうん。違う。当たり前なんです。品のある夫婦ですね。え？品のある夫婦です。おいおい。おいおい。僕の父さんと同じだよ。いやー、でもね、あのね、大正生まれの人と夫婦だと思われたこと何回もある。困っちゃうね、ほんとね。いや、ほんと。何真面目に言ってんのか。ふっかけてんだけどね。いや、この白髪問題なんだけど、ほんとね、若く見えるってことですよ。ああ、ありがたいです。親子で見てくんねえかな、夫婦はないよな。ねえ。いや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 。まあ、ということでね、あ、それでね、うん、自信持ってね、これで沖縄独立論をね、存在できるようになる。うん。あの、松島康勝君、あいつはね、すごいうさんくさい。先生の手に、あの本が入ったことに対、うん、沖縄守れっていう神様からね。いや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 、そんな大丈夫と思う。そう思いますよ。なかったもん。松島っていう男がね、うん、あれですよ、中華人民共和国のね、うん、あの小作品だね。そうです。あれ、ね、結局、僕はあいつ読売新聞の記者にそこ現場見られてね、書かれてるんですよ。うんうん、で、その記事ね、見つけてね、国会図書館に見つけてきたから、佐藤さんに送りましたから。うん。あいつね、完全に怪しいもいいとこ。うん。うん。そのね、また大城です。うん。大城な。大城。広瀬だっけ、うん、うん。あれも。あの人も工作員だったの。相当工作員が入ってると思いますよ。あのね、明治時代にね、琉球支那島っていう島があったんですよ。うん、それと同じ、琉球独立島はね、支那島と行こうで。そう、字書いただけ。そうです。あれ支那島ですよ。はい。書かないといけないです。そう、まあ、話盛り上がってるところなんですけど、村田先生をチャンネル桜まで送らんといけないので終わりまーす。失礼します。大阪の集会、お疲れ様ですけど、ごめんなさい。